はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。ビッグ A の、ビッグ A というスーパーの、広島県産レモンという、まあ、プライベートブランドのやつですね。人工甘味料がゼロ。アルコール度数 7% で、果汁が 1%。原材料がレモン果汁、かっこ広島県産。と、醸造アルコールと、加糖ブドウ糖液糖と、酸味料と、香料。となっております。まあ、甘味料入ってないからね。ちょっとだいぶ昔に買って、今月が賞味期限、切れるの今月なんで、これ。だいぶ昔に買ってです。乾杯。意外とこういうプライベートブランドでもね、うまかったりするかなと思ったけど、別にうまくもねえな。まあ、値段が100円ですね。普通の酎ハイ100円で売ってるもんな。プライベートブランドだからって大して安いわけでもねえし。うまいかって言われると、普通だな。まあ、甘味料が入ってなくて 7% アルコール度数が 7% っていうのが売りだろ。今日のつまみは、こちらトマトです。久々にトマト買ってきた。なんだっけ。あそこで買ってきた。ローソンストア100。で買ってきたです。100円トマト。S サイズ2個入り。いただきます。塩かけすぎた。うめえ。どうでもいい話なんですけど、トマトジュースってあるじゃないですか。あれの、無塩ってやつ、塩が入ってないやつです。は、俺大嫌いなんですよ。なんだけど、塩が入ってるやつは美味しい。トマトジュースの。まあ、トマト自体大好きなんですけど。トマトが大好きになったのは、今回の拳ぐらいのね、でかさのトマトが、いや、もっとちっちゃかったか。うん。子供の小学3年生か2年生ぐらいの時にね、鉢植えでみんな作るじゃないですか。で、みんな何作るかって、まあ、ミニトマトだったりとか、トマトだったり、他になんか、いろいろあるじゃないですか。ピーマンとかさ。あれで、トマトを選んだんですよ、俺が。まあ、それでね、作って、出来上がって、食べてみたら、ものすごくうまいんですよ。もう、なんか虫とかに若干食われながらもね、食われてる状況で、まあ、もうそれをこう、もいで、ぶちってもいで、で、もう、ヘタ取ってそのまま食ったんですよ。もう、洗いもしないで。
その時に食べたトマトのうまさ、ね、ガキながらにうますぎて驚いたもんね。トマトってこんなうめえのって。そっから俺がトマトを大好きになったんですよ。まあ今はやっぱ洗って食べますけど、でもほらあの頃っていうか、まあ鉢植えでさ、鉢植えで育ててね、まあいわゆるさ何ヶ月もさこう待ってさ、毎日水やってで育ててさ、もう汚いわけないんだよね。もう農薬なんて大体使ってねえしさ、もう別に農薬使ってないからええべって今思ってもそうだよ。だって農薬使ってないんだもん。汚いわけないべって。あれはうまいっすよ本当に。今でも覚えてるね、あのうまさは。もう葉のね、あのトマトの葉っぱって結構匂うんですよ、あの緑っぽい匂いが。まさにあれがね、あの匂いが俺大好きなんだ。トマトをこう、葉っぱの部分をこう、匂いを嗅ぐと、あの、なんとも言えない、あの、匂いするじゃないですか。あれがね、まあ、スーパーとかで買ったやつなんて、どうせあの、農薬使われてから、さすがに洗わねえとやべえんだけど。やっぱ自分で鉢植えで作ったやつって、もう、美味しいですよね。洗わなくても全然うまい。まあ、ただ、ところどころなんかほら、なんかちょっと、ね、傷んでたりとか、まあ、ちょっと虫食われたりとか、まあ、あるんですけど、まあ、それも、まあいい思い出っつうかね。うん。あの頃は良かった、本当に。俺の中で一番、人生で多分輝いてたのは、小学校1、2、3年生までぐらい。それ以降ちょっと自分の、両親が離婚して、そっからですね。そっから転落人生が始まったって感じかな。うん。やっぱ両親離婚して、転校したんですけど、もうなんか悲しくてね、転校するからさ、こう、今まで仲良かった、その、奴らと、がお別れ会みたいなのするんですよ。悲しくてね。あれは本当に子供ながらに悲しかったもん。で、新しい学校来てから、やっぱ馴染めないですよね。小学校3年ぐらいからさ、転校したんだけど。全然馴染めねえ。前の学校ではめっちゃこう、はしゃいでる、元気っ子だった、俺マジかなり元気っ子だったんだけど、もう、他人と話すのが怖くなった、それから。もう新しいみんなさ、知らねえ人間ばっかりでさ。もう話せねえのよ、ね。だから本当に小学校3年未満の時は本当に俺は無茶しましたよ。今でも覚えてんだけど、
小学校のグラウンドで、友達と遊んでたんですよね。石投げてね、どれぐらい飛ばせるかっつってね、投げ、あって、その距離を競ってたんですよ。で、友達がこうピューンって投げて、で、その後に俺が投げたんですけど、そんなん余裕で超えられるぜっつって本気で投げたら、普通に、校庭のその端っこを飛び越えて、で、家の方に向かってて、まあ、住宅街ですね。の方に向かってて、普通に越えて、ピューって落ちて、その後に、ガシャーンって言ったんですよ。ガシャーンって大きな音が響いて、あ?と思って、あ、やべっつって、逃げろっつって友達と逃げたんですよ。あれはもうあれですね。人生初めて犯した犯罪ですね。で、次の授業が昼終わって、その昼休みだったんですよね。で、午後の授業が、一番目が、プール。ちょうど夏で、ね、プールの授業だった。で、着替え終わって、で、その、水泳、水着に着替え終わってさ、で、さて行くぞーって、プール行くぞーみたいな感じになったら、いきなりなんか、ちょっとユッキーくん、ちょっとって言われて、なんか先生に呼び止められて、え、なんすかーって言ったら、なんか窓を、石を投げてた人知らない?とかって言われて、なんか昼休みに、なんか窓ガラスが割れたらしいんだけど、住宅のね、民家の、割れたらしいんだけど、ユッキーくん知らない?って言ってきたんです。俺知らないですって嘘ついたんですね。で、その夜ですね。その夜、学校帰って、俺の母親が、おめえ何してんだよって、みたいな、学校から電話あったわよって感じで、お前が壊したんだろっていう感じで言われて、あ、俺ですって言って、夜にそれが発覚して、弁償しに行ったっていうね、その民家まで頭を下げに、母親と一緒に夜に、ね、行ったっていうのはかすかに覚えてますね。申し訳ありませんでしたって、ね。母ちゃんと一緒に行った覚えがありますよ。本当に。懐かしいな。本当に懐かしい。でね、で、ちょっとこの、あれ長くなりますけど、ちょっといいですか?もう、長くなるんで、嫌な人は、ブラウザバック。でですね、その時にいた小学校っていうのが、まあ、僕がぶっちゃけると、まあ、あんまぶっちゃけたくはないんですけど、まあ、まあいいや。まあまあぶっちゃけるとあれだから。でですね、その時に、俺の担任だった人がね、すげえ人なのよ。女性で50歳ぐらいのおばちゃんなんですけど、多分55歳ぐらいちゃうかな。結構、今の記憶でいくと、55歳ぐらいなんですよ。多分、あれは、多分ね、日本でね、一人しか多分ね、存在しないレベルの恐ろしいね、教師だった。っていうのはですね、その、かなり結構太ってる人間で、その教師だったんですけど、すごいところは、
毎日、唇をね、濃い唇を塗ってくるんですよ。で、すっげえ顔がまあ、ブサイクなんですよね。55歳ぐらいのおばさんですよ。てか、ばあさんですよ。がね、濃いね、赤い唇を塗ってくるんですよ。で、何するかっつうと、朝来て、何々忘れ物をした人みたいな、のをですね、忘れ物をした人に、ちょっと忘れたんだけど、いわゆる忘れ物した人みたいな。なんかさ、配り物するじゃん。で、朝集めたりするでしょ。で、それを忘れた人に、教室の、前に立たせて、接吻をするという。ブチューっつって、ね、一人一人全員接吻するんですよ。口と口で。で、ひどいですね。うん。あれは今考えると恐ろしい、虐待に近いよね。うん。いや、俺も何回か接吻されましたね。あれは、あの人に。で、唇の跡がもう思いっきりつくんですよ。で、ね、また塗り直すからね、その人。口紅をね。一人一人ね、口紅を塗り直すというね、凄さですよ。恐ろしい人だったね。で、友達とかからは、ブッチュ大統領って言われてて、ブッチュ大統領って、あだ名つけられてる、その、教師はね。もう忘れもしない。あんな人多分、日本に一人だろうな。日本に多分一人しかいねえと思うよ、あれ。伝説の教師、ブッチュ大統領とか。本当に恐ろしい。いや、でもね、もう、何年かな？多分2、3年その人担任だったんですよね。いや、でも、いい人だったと思うよ、確かに。もう、例えばリコーダーとか忘れてきました。言ったら、はい、じゃあ、ユッキーくんちょっと前に来なさいって言って、で、前に来たら、こう、接吻をブチューっつって。あのキスの味はもう忘れねえよ。あの人のキスの味はもう、あれだね。忘れたくても忘れられねえね、あれ。なんていうか、口紅のさ、匂いっていうのは、なんか、恐ろしいよ。あんな人多分いないよ。本当に。あの時代でも。俺が、だから、何年 ?1995 年ぐらいでしょ、多分。95年ちゃうな。98年ぐらいか。98年。違う、98年。俺がだって今29やろ。20年前。うん、95年ぐらいだね。ちょうどね。1995年ぐらいのあれです。小学校の低学年で
95年ぐらいだから。あんな人間いないよね。あの、多分、あんな人間いないと思うよ、普通に。うん、あの時点で、その時点で、その現時点で多分いないと思う。うん、あれよく、あれされなかったよな。校長先生とかにさ、あの苦情とか来なかっただろうね。多分2、3年間俺ずっと、あの、小学校1年から3年までずっと担任だったけど、確か。多分担任だったけど。何回あの、キスされたかわからんもんね。俺よく忘れ物してたからさ。あの、うわー言うてさ。あのね。うわーみたいな感じで。で、その、そいつもさ、そのさ、その教師もさ、すげえさ、巨体がさ、結構でかくてさ、デブだから。うん。あの人今何してんだろう。名前はとっくの昔に忘れましたけど、とりあえずブッチュ大統領っていうあだ名だけは今でも忘れないもんね。いや、でも、あの人は、ああいう、いや、根は優しいんだよ。うん、まあ別に嫌がらせのためにやってるだけなわけじゃないと思うんだよね。ああいうの。結局、生徒が好きだからこう、忘れた時にこう、なぜか接吻をする。しかもその接吻のね、威力が半端ないね。もう3秒ぐらいあの接吻するんですよ。ぶっちゅーっつって。でもあの頃当時、あの、そんなに毛嫌いしてる人いなかったもんね。笑ってたもんね。まあ、ガキやからね。ガキやからこう、うわ、嫌だ、嫌だって言って、言いながらも、ぶちゅーってされて、うえーみたいな。こう、ね、やってました。ちなみに男だけじゃなくて女の子も、しっかり接吻してました。あれが小学1年、2年、3年のどれかだね。懐かしいっすね。で、あの、その小学校は、あの、結構、珍しいのかわかんないけど、あの、いわゆるビオトープ的なのがあって、鯉がいましたね。うん。で、うずらもいたんですよ。うずらの卵、うずら。あと、うさぎとかもいたな。でね、うずらの卵とかをね、あの、俺が飼育係だったんですけど、うずらの卵とかね、あの、食べてました。うん。多分、その、育成当番みたいなのがあるんだよね。で、当番してるときに、あ、卵だ、みたいな。大体これ、一匹、一個産むじゃないですか。一日ね。で、当番の人がもらうっていう、そういう決まりで、だから、うずらの卵をもらって、こんぐらいの、うずらの卵ってこんぐらいかな、うん、こんぐらいのやつです。ピンポン玉がちっちゃい。うずらも可愛いんだよね。でもさ、今思うとさ、うさぎもそうだけどさ、あんなちっこいケージの中に入れられてさ、かわいそうだよな、今。うん、かわいそうですね。まあ、かわいそうっても結構いたもんな、量もな。量も結構いてさ。
懐かしいっすね。ということで、思い出話に浸り終わりました、ね。これは、あんまり美味しくないですね。なんかちょっとえぐい感じがする。気のせいなんだろうけど、若干えぐい。3343です。ご視聴ありがとうございました。